こんにちは、どさんこ姉さんです。今回の旅は秋田県鹿角市五所掛温泉さんに訪れます。大迫力の名湯に効果がめちゃくちゃありすぎました。どうぞ楽しんでご覧ください。私は今秋田県田沢湖駅に来ております。五所掛温泉までのアクセスは夏シーズンと冬シーズンで全く変わってきますので注意してください。今回は夏シーズンの公共交通機関のアクセスをお話ししますが、秋田新幹線田沢湖駅から路線バス鹿角花輪行きに乗って1時間40分ほど、アスピーテライン入り口バス停から1日1便宿泊者限定で事前予約制ですねの無料送迎があります。車の場合は3方面からアクセスできて、秋田県の鹿角方面、田沢湖方面、岩手、八幡平方面からの3方面からアクセスできます。詳細は概要欄に五所掛温泉のリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。ちなみに私は田沢湖駅からだいたい2時間弱ぐらいで到着しました。さあ到着しました。本日のお宿、五所掛温泉さんです。お湯がとってもいいと評判で、ずっと来てみたかったんですよね。八幡平国立公園内にある五所掛温泉さんは、大自然のパワーを感じる開湯300年の歴史ある名湯中の名湯です。病気や怪我の湯治場として昔から親しまれてきました。山の中の一軒宿なので、正直あまり期待はしてなかったんですが、とても綺麗なんです。湯治部と旅館部が分かれていて、今回私が宿泊するのは旅館部の方になります。売店も小さいながらも充実してます。すごい、やっぱり標高1000メートルだからパンパンに。本当驚いてます。お部屋へ向かう廊下もモダンな山小屋っていう作りで、とてもおしゃれです。本日のお部屋は205号室です。では本日のお部屋はこちらになります。シングルのお部屋で、すごいモダンで素敵、モダンで素敵です。確かに外の景観は長、あんまり良くないって書いてた。確かに書いてあった。建物です。つくまわりからご紹介しましょう。これフロントにつながる内線携帯みたいです。へー。館内の案内と、これさっきいただいた説明書、比内地鶏せんべいに、これなんだっけ、うちわでもね、今8月の末なんですけど、あ違う、9月の1日なんですけど、全然外は暑いですけど、ここも山の上なので涼しいです。冷蔵庫にミネラルウォーターが1本サービスで入ってます。なんかおしゃれ、おしゃれで、ソファーがあって、シングルベッドですね。ここにコンセントがあります。テレビでしょ、ティッシュ、金庫、扇風機、いらないです。全然エアコンないけど全くいらないです。ケトルに台布巾、でコップ、栓抜き、湯飲みにお茶パック、そして爪楊枝が用意されています。コンセント結構いっぱい。カメムシ対策用ガムテープでしょ。クローゼットには羽織に、お風呂バッグ、フェイスタオル、バスタオルに浴衣、
で、帯。サイズ、浴衣のサイズ、大きいの、小さいの、遠慮なくお申しくださいとのことです。こんな感じ。歯磨きコップに、ブラシ、綿棒、シャワーキャップ、歯ブラシ。ハンドソープに、雪肌精、クレンジングローション乳液が用意されてます。そしてパナソニックのドライヤー、ペーパータオル、と、お手洗い。綺麗です、とっても。こんな山奥なのに、きちんとウォシュレット。素晴らしい。では、こちらで一泊お世話になります。まずは貸し切り風呂を予約したのでそちらに行ってみましょう。貸し切り露天風呂をお借りしました。2000円だったかな。45分2000円。私は撮影のためにお金を払って予約をしたんですが、夕方の6時から一般の方どなたでも入れる時間帯になりますので、わざわざ借りなくてもいいんじゃないかなと思います。もうもうしてる。3時から6時までの間は予約制になっていますので、フロントで鍵を借りてお風呂に行きます。ではこれ無難の湯に入ります。温泉は白濁した単純硫黄泉です。ものすごく硫黄の香りが充満してます。シャワー設備はここにしかありません。なので髪を洗うのも、まあ、ここで洗うことになるんでしょうね。絶え間なくドバドバ出てくるこの湯量にもびっくりしますし、入っててもこのお湯弱酸性なので全然強くはないんですね。ただね、効いてるなっていうのはなんかわかりますよ。溢れんばかりに源泉かけ流し。ちょっとね、温度熱いです。いいお湯でした。宿泊者はドリンク一杯サービスしていただけるので、お風呂上がりにもちろんビールをいただきます。あー、おいしい。なんかこんな感じ。次はオンドルという温泉の熱で温める岩盤浴のようなものかな。それに行ってきます。宿泊者は無料で体験できるので、ただ時間帯はね、予約しないといけないので、今から4時半からちょっと入ってこようと思います。敷くタオルと着替えを貸してもらって、この下に温泉が流れていて中はとっても暑いです。で、こんな風にご座が引かれてあって、その上に借りてきたタオルを引いてこの上に寝ます。温泉の地熱を利用して温浴するんですが、もう暑くてね、10分が限界でした。私、五所掛温泉は昔から馬で来て足田で帰ると言われるほど不調があって、馬に乗ってきてもこの湯に浸かれば帰りは歩いて帰れるほど元気になると言われています。大浴場は撮影禁止なので写真でご紹介いたします。7つのお風呂を楽しむことができて、ブクブクと泡が吹き出す火山風呂、そして最も大きな湯船である神経痛の湯、特徴的なのが顔を出して温泉の蒸気で温まる箱蒸し風呂や蒸気サウナ、マッサージ効果も期待できる打たせ湯や唯一の露天風呂があります。そして最後の7つ目は女性に大人気の泥湯。温泉の泥で美肌効果も抜群でした。これね、でもちょっと短時間でいいような気がします。何分、2分3分ぐらいでいいような気がしました。いいお湯でした。お風呂上がってきました。
乾杯。もうちょっといろんなお風呂があって忙しかった。あの大浴場に7つお風呂があるんですよ。一つは火山風呂、これちょっとねブクブクしててジャグジーみたいな感じでした。で少しぬるめで、打たせ湯、これもね源泉がそのまま打たせ湯で落ちてくるんですけど、ものすごい勢いものすごい勢い、私そこまでね打たせ湯あんまりしたことないんで、ちょっとびっくりっていう感じの勢いでした。泥湯、この泥湯が素晴らしかったです。泥がね下の方とかなんかね横の方に泥が置いてあるんですよ。それをね腕とか顔とかに塗って半身浴しながら入るんですけど、ツルツル、そして顔もねツルツル。ただやっぱりね源泉成分なので少しちょっと濃いんですよね。泥パックのレベルじゃないです、もっともっと濃いです。だからちょっとやっぱりね少しだけピリピリします。これ私気に入りました、この泥湯ね。そして4つ目が神経痛の湯っていうもので、貸し切りのお風呂のご紹介しましたけど、その源泉と同じものになります。そこがやっぱり一番気持ちよかったかな。濁り湯でね、硫黄の白色の濁り湯で、一番気持ちよかったかな。3つ目が露天風呂。露天風呂もね、そこまで景色がいいっていうわけではなかったです。でもやっぱり露天風呂なんでね、すごい気持ちよかったですよ。蒸気サウナ、これはちょっと私さっきねオンドル入ったので入りませんでした。ちょっともうやりすぎになっちゃってねって箱蒸し風呂っていうのがあって、木箱の中に入って顔だけ出して入るやつなんか見たことないです、テレビで。これも入ってません、あのオンドル入ったんでね。まあ明日の朝もう私これからお酒飲んじゃうんで、行ったとしてもさらっとしか入らないので、まあ明日の朝入れたら入ろうかなうん、そこまで興味ないんですけどね。で、本当に一番良かったのがやっぱり普通の神経痛の湯と泥湯めちゃくちゃ良かった泥湯めちゃくちゃ良かったです。夕食はレストランでいただきます。温泉でちょっとクラッとしたんですけど、もう温泉効果でものすごくお腹が空いてものすごく元気になりました。こんな感じでドリンクメニューですね。ビールにワイン、秋田ワインがある。そしてやはり日本酒、米どころ秋田ですもんね。胡椒がけっていうのがある。これも日本酒で、こっちは焼酎ハイボール、ソフトドリンクがふんだんにありますね。お値段もそんなに高くないな。これが牛のしぐれ煮でローストビーフのお寿司、中にご飯も入ってるんですって。夏野菜のジュレで焼き枝豆、冷やし茄子とエビのお酒で煮たものなんだそうで、これがマグロとアボカド、このままいただけるそうです。今日もいただきます。きりたんぽ、鈴木のサルサソースだそうです。これがグリーンピースの炊き込みご飯だそうです秋田の利き酒セットが来ました。じゃあいただきます。夏野菜のジュレからイクラが乗ってる。ジュレって言ってもゼリー状になってます。美味しそう。枝豆、人参、じゃあ五所掛けのオリジナルの日本酒いただきます。結構日本酒です。ちょっとヤマハイチックな、美味しい。決して飲みやすいとかっていう感じではないですね。フルーティーとかではないです。日本酒って感じです。牛のしぐれ煮を、八幡平ポークの塩カツ、要はとんかつですね。とんかつが来ました。
2種類のソースで、レモン塩と味噌だれが、味噌だれでいただくそうです。いただきます。じゃあレモンソースで。うん、結構塩味が効いてね、これお酒のおつまみ、このさっきの牛のしぐれにも味がしっかり効いててね、日本酒に合います。いやすごいな、こんな山の中でこんないただけるなんて幸せ。じゃあマグロとアボカドをいただきます。このままいただけるって言ってたの。うん、美味しい。さっぱりしてお口直しっていう感じですね。スノボのチップに当たるのかな。北県山本郡のお酒で、山本っていうものだそうです。あー、この山本っていうお酒はね、飲みやすい、女性にも好まれそうな飲みやすい味です。美味しい。じゃあこれ次は味噌だれで。うーん、私味噌だれの方が好みかも。秋田県なんていうのかな、五城目町っていうのかな一泊水星だと思うんだよな。いただきます。あー、こちらが一番飲みやすいかも、一泊水星。そしてこちらが冷やしナスですね。私ナス大好きなんで。うん、さっぱり、ポン酢でね、さっぱりいただけます。スズキのサルサソースを、このスズキちょっと揚げてあります。へえ、うん、ピリ辛で、なんだろうな、なんかスペインチック、行ったことないけどちょっとピリ辛で洋風です。洋風、これ白ワインに合いそうだな。でもね、正直な話を言うと、イクラはね、北海道には勝てませんよ勝てません。美味しいんですよ、すんごく。知ってんだもんな、もっと美味しいイクラもっと美味しいウニも知っちゃってんだもんな。きりたんぽが出来上がりました。ちょっと煮詰まりすぎちゃったかなこれ1個でね、結構お腹いっぱいになるんですよ。ご飯なんか食べられない私。あ、お麩が入ってる、ここのは。あ、ひんない地鶏も入ってますね。きりたんぽいただきます。こちらのお味はどうかな。それぞれ違うってね言ってたんで。あー、醤油が濃い感じ、多分ね男性好きですよ。うん、ちょっと待ってよ。うん、昨日昨日比べちゃダメですよ、比べちゃダメなんだけど、昨日のお宿さんとはまたちょっとねお味が違います。あの醤油味が少し濃いような気がします。美味しいですよ、美味しいです。じゃあグリーンピースご飯をいただきます。すごい色鮮やか、綺麗な色。
やっぱり豆の産地というだけあって、グリーンピースがみんな嫌いなグリーンピースの味じゃない。枝豆に似てるかも。デザートいただきます。あ、お茶が美味しい。おしるこ、冷たいおしるこ、白玉、白玉が2つかな。あ、甘い、こりゃ甘いな。多分美味しいと思うんですよ。白玉は普通に美味しいです。でもちょっとおしるこが甘かった、私にはですよ。なんか冷えてるからもうちょっとさっぱりしてるかなと思ったら普通に甘かったそんなことでごちそうさまでした。おはようございます。朝はさらっと昨日の小さいお風呂の方に行ってきました。朝食です。ご飯や納豆、サラダやドリンクなどは自分で取るスタイルでした。ご飯はもちろん秋田小町。ご飯は秋田小町に、なんだろう、これわらびの煮物かな。おひたしに、これなんだろうね、何かの煮物、なんか味噌、漬物、温泉卵、ヨーグルト、納豆、シューマイ、そしてお味噌汁。いただきます。お茶が美味しい。なんかコップのここが割れてた。ここ気をつけないとね。あ、これお酒じゃないです、お水です。なんだろう、お肉かな。お魚かな、ちょっとよくわかんない。これバターが効いてるからなんだろうねわかんないや、なんだかわからん、おひたしは小松菜です。いぶりがっこ、すごい粘る。はるちゃんも納豆ご飯食べてるかな。シューマイができました。何シューマイだろうね。わー美味しそう。ボタンを押してませんでしたお味噌汁美味しい、優しい味で、豚汁みたい。お味噌汁をあったかいままいただけるって嬉しいな。このシューマイがね、イカシューマイでした。で、中にね、タケノコみたいのも入ってて、10時になってチェックアウトの時間です。なんかね、ブツブツ言ってるんですよYouTube の撮影始めるようになってからね、独り言が多くなりましたね。お世話になりました。五所掛温泉さん、いかがでしたでしょうか。
とにかく温泉がすごい、その印象でしたね。しばらく元気でした。帰ってきてからも元気でしたね。東北地方の温泉はやはりすごいですね。パワーが違いました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。